デジモンストーリーサイバースリス、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、なんか適当に依頼を受けていきましょうか。最強にこだわるゲーマー、ブロードウェイ4階中野 TRF。 今人気の格ゲートップグラップラー、そこで俺から最強を奪った男の調査を頼む。最近現れたあの調査チートなんじゃね。なんだ、負けたからチートか。いるよねそういう人ね。4階か。だったらエレベーター行こうか。よし。で、こっちだよね。TRF。あ、ここか。ログインしてるのか。なんだろうな、強いやつ。誰だろう。強いデジモンか。レオモン系列とかそんな感じかな。番長レオモンとか。ああ、やっぱあれが、レオモン系列だな。よし。ほい。アタック。まあ普通にアタックでいいか。よしよし。オッケー。でも普通に敵が完全体になってきたな。なんだっけ。グラップレオモンか。いい汗かいたぜ。なんだ、あんたが次の相手か。それにしてもゲームのキャラっぽくねえな。ま、相手なんて誰でもいい。強ければゲームキャラでもデジモンでも何でもいいさ。さあ、ファイトだ。楽しませてくれよ。かっこいいな。こいつってなんだろう、何種だろう。ワクチンか。ワクチンか。ホーリーライド2。あんま効かんな。まあ何度かなるか。次のターンでギリって感じかな。カウンター、カウンター、反動で動けない。嫌です。ロイヤー、そんなでもないな。基本的にカウンターが主体なのか。物理攻撃は反射してくれてる。反射っていうわけでもないか。食らってるもんね。強いな。強いっていうか、軽減治療が半端ないな。この俺を退けるとはお前結構やるじゃないか。このゲームにはもう俺より強いやつなんていないし、次の修行場を探そうと思ってたんだけどな。お前という好敵手が現れたなら話は別だ。さあ、次はいつバトルする？明日か明後日か。ん？お前はこのゲームのキャラじゃない。探偵だと。そうか。それなら、探偵が出てくるゲームに飛び込めば、お前みたいな強いデジモン使いと思うとたくさん戦えるんだな。いや、違うと思う。どうだろう。さて、お前、探偵仲間が倒されるのが嫌なんだろう。案ずるな。少しの間、修行させてもらうだけだ。そうと決まれば、早速、次の修行場を探すとしようか。探偵が出てくるゲームって何があるんだろうな。なんだろう。サンマの名探偵か。ぐらいかな。パッて思いつくのは。よいしょ。普通にこう、アタックだけでほぐっていくのめっちゃ怖いな。お、いいね、レベルアップ。でもこっから直でデュークもいけないんだよね。めちゃくちゃそのまま行ってほしいんだけどな。才能が足りんらしい。もうあそこまで戻んのもちょっとめんどくさいな。あ、そんなに？そんなに増やしていただけるんです？エクスポート。まあ、あの距離だけどな。よし、オッケー。どこでもログアウトできたらいいのにな。あ、あんた探偵さんだな。ここに来たってことはやっぱり GL のやつが消えたことか。あ、グラップレオモンか。なんだって ?GL はデジモンプログラム？なるほどな。ハッカーがゲームをハッキングしてチートキャラでプレイしやがったわけか。ま、チート野郎が消えて生成したぜ。さっきようやく最強の座を取り戻したし、解決ってことでいいんじゃないの？ありがとな。あ、そうそう。今、トップグラップラーと同じぐらい人気なゲームがあってさ。事件ファイル3、シークレットコードってゲーム。たくさんの探偵が入れ替わり推理をしていくんだけど、最近、探偵キャラの顔が殴られたようにボコボコになってるらしいぜ。そんな推理ゲーム、マジ気持ち悪いよな。解決でいいのかな。してない気がするけど。
もう一個依頼あったよね。あれもクリアしとこうか。多分サクッといけるでしょう。OK。コーヒーはいいです。次々行くんでね。引きこもり少年の母親、K カフェ。不登校の息子はチャットにハマっているの。中で知り合った女性と親しいみたいだけど、息子は女性に騙されてないか調査をお願い。過保護だな。だから引きこもるんじゃないか。あ、若い。あなた、依頼を引き受けてくれた探偵さんね。よろしくお願いします。息子の名前は高校1年生。高校1年生を持つお母さんには見えないですね。お若いですね。うちに引きこもって学校に行ってないんです。その理由を聞こうにも話してくれなくて。最近はずっとインターネットのチャットスペースにハマっているみたいなんです。そこで知り合ったアテナという女性と直哉がすごく親しいみたいで。アテナ、なんでそこまで知ってるんです？ご飯を部屋に持っていくとき、いつもチャット画面に女性が映っているのが見えるんです。でも本当に相手が女性なのかどうかも、ほら、ネットの世界じゃ相手の本名も名前も性別も年齢だってわからないじゃない？普段家族とも会話しない息子が、そのアテナさんだけは心を開いているみたいなの。素直な息子だから騙されたりしていないか心配で。お願いです。チャットの直哉になって、アテナさんがどんな方か調べてください。直哉の ID とパスワードならメモしてきました。めちゃくちゃ嫌だ。あ、疑われて困ると思うから、直哉の情報も少しお伝えしておきます。年齢は早生まれの15歳。生まれは青森県。青森は小さい頃に行ったっきりだから、いつかまた行ってみたいと言っていました。趣味はゲームと寝ることで特技は記憶力がいいこと。好物はハンバーグで好きな色は緑と白。長所は真面目なところで短所は人見知りが激しいところ。自称自宅警備員なんてみんなには触れ回っているそうよ。めちゃくちゃやだな。そんな感じで大丈夫かしら。それじゃ、アテナさんの調査お願いしますね。何も覚えてない。引きこもり少年の母親からアテナという女性の調査を頼まれていた。チャットサイトに接続しますか？はい。かわいい。あ、直哉くん、ハロー、今日も元気かしら。あれ、今日ってゲーセンのイベントに参加してるから会えるのは夜になって言ってなかったの？まあ、イベントが中止になったんだ。ほんと？それなら今日はこの時間からアテナでいっぱい喋れるね。どうやら彼女がアテナで間違いないみたいだ。ねえ、直哉くん、今日はどれぐらいここにいれるの？アテナ、直哉くんのお話もっと聞きたいな。なんか AI っぽいな。そうだ、昨日してくれた話の続き聞かせてよ。この間ゲーセンに行った時のお話。でもチャットなんだったらさ、ログ残ってんじゃないの？あー、どっちだ。リズムゲーム。あー、どっちも違うじゃねえか。違うでしょ？格闘ゲームの大会の話じゃない。最弱キャラを使ったのに地方大会で優勝したって。ねえ、直哉くん、ちょっと試すようで悪いけど、アテナからいくつか質問させてもらってもいいかな。直哉くん、職業は何だっけ？どうだろう。セキュリティ会社の警備員。え、あ、そうだったわね。自宅会社の警備員をしてるって言ってたわよね。じゃあ、第2問ね。あなたの好きな食べ物は何だったかしら？ハンバーグ。そうね、当たり。直哉くんはハンバーグが好きだって言ってた。問題簡単すぎたかしら？じゃあ最後の質問いくわね。私はいつもあなたに聞いていることだわ。直哉くん、私のこと好き？好きに決まってるだろう。男らしいこと言ってくれるのね。今日の外したか。違うの。直哉くんは、あ、そうか？いや、あれ人見知りって言ってたっけか。好きなんて言わない。でも代わりに私のいいところを褒めてくれるの。今ので確信したわ。どういうこと、西物さん。直哉くんのアカウント使って何が目的なのよ。早く。ミネルバモンか。早く直哉くんから出て行ってよ。行くか。ミネルバモンって完全体だっけ？究極体がメルバモンか。そうか、完全体か。そうかい。普通に完全体が敵として出てくるようになったね。そんな強くないんだけどな。とりあえずこっかな。多分一番ぐるっと回るとこにいるんじゃないかなっていうのは
思いた。いたけど、いたけどいけねえ。メルバモンが、でも、本当に、ついてはいるんだな。それが確認できただけでよかった。クダモンかわいいなぁ。買いたいなぁ。よいしょ。OK。どうだろうな、話して分かってくれるタイプじゃないよね多分ね。こっちか。どうも。あんたここに来るってことはさっき直也くんのアカウント使ってたっすね。直也くんがかわいそう。あんたみたいな嘘つく人間に勝手にアカウントを利用されてしまうなんてグーの根も電話。話を聞いてほしい。いやよ、あなたがやったことを直也くんが知ったら悲しむわ。私は直也くんの心を傷つけようとするあんたが嫌い。とにかく、あんたと話すことなんてもうないわ。いいから出てってよ。ほら、かかっておいで。こんなん言ってる相手にかかっておいでってさ、よく言える。うわ、マジか。エクスヒル。あ、これ次食らったら終わるな。ギガデストロイヤーで終わらないか。ダメだな。マッハラス3。エクスヒール使わないの？ちょっとやばいか。セイバーハクモンが一番やばいな。よかった。よかったけど。ちょ、変えようか。どうしよう。ワーガルドモンにしとくか。さすがに、バケモンは怖いな、出すの。よし、行こう。次は当たるよね。よし、アトミックブラスター。オッケー。強いな、メガログラウモンな。ただ短期決着できないと、いろいろ厳しい気もするけど。なんで、なんでナオヤ君のフリしてチャットしに来たの？チャットから人間のフリしたデジモンの、私を追放するため？デジモンが人間と同じようにチャットしたらダメなの？人間と仲良くしちゃダメだっていうの？あんたが来るまで誰にも危害を加えることもなかった。今日だってただ直也くんの話を聞いてあげたかっただけなのに。そうだったの。あんたは直也くんのお母さんから頼まれて直也くんのふりをしたのね。直也くんね、学校で友達とうまく付き合えなくて不登校になったの。それでチャットにのめり込むようになった。そこで出会ったのがチャットに興味を持ってこのサイトに住み着いていた私。他のキャラクターと同じ姿をして、直也くんとおしゃべりをしていた。直也くん、だんだん家族ともうまく話せなくなっちゃって、時々不登校のことできつく当たられて、なおさら会話ができなくなったんだって。私にはいつも言ってたわ。本当は昔みたいに家族ともおしゃべりしたい。学校にだって行きたい。みんなと仲良くしたいって。直也くんのお母さん、直也くんのこと心配してるのね。それなら一度、優しく接して話を聞いてあげてって伝えてくれる？直也くん、きっと心を開いてくれると思うから、私も頑張って直也くんに伝えるから。あの、どうした？あの剣を下ろしてほしいんだけど私のことこのチャットからチャットサイトから追い出したりしなくていいの？直也くんのことよろしくね。うん、当たり前よ。あ、探偵さん、アテナさんとお話はできたのかしら？そう、あの子、アテナさんにはいろいろなことを話しているのね。それに、私たち家族についても、あの子はそんなに悩んでいたなんて知らなかった。息子は引きこもりなんて、他の家のことは違うとか、早く学校に復帰させないとなんて考えて。その焦りが態度に出て、あの子をもっと悩ませてしまっていたのかもしれませんね。探偵さん、あなたから見て、アテナさんってどういう方だったかしら？とってもいい人ですよ。そうね。話を聞いているととても優しい方みたい。あの子のことを大事に思ってくれる人がいてよかった。直也騙そうとしてるなんて疑ってしまって悪かったと思うわ。
今日の夕飯ね、久しぶりにあの子の好きなハンバーグにしようと思うの。すぐに距離が近づくわけじゃないかもしれないけど、ゆっくりあの子の話を聞いてあげることから始めてみます。探偵さん、あなたに依頼をお任せして本当に良かったわ。ありがとうございました。めちゃくちゃいい話だな。好きだわ。属性、火星属性の、火星属性が、地面かな？わからん。なんか、なんちゃらッシュとかさ、ワクチンとか、ウイルスとか、あの辺はさ、結構意識して戦ってはいってるんだけど、属性は一切意識してないから。OK。これ、話しかけたら進むかな？ここで一旦区切ろっか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。